スポーツグラフィックナンバーポッドキャスト、スポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの和久井健作がお送りをしていきます。ナンバー1082号誇り高き氏とラグビーワールドカップ日本代表完全保存版について担当デスクの西木さんと話をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の号のある意味で軸となっている企画とも言えると思うんですけれども、日本代表がプールステージで戦った4試合を振り返る記事で、4試合それぞれ元日本代表のフォワード畠山健介さんと五郎丸歩さんがクロスレビューみたいな形でコメントを寄せてくれています。畠山選手はフォワード目線で振り返る、五郎丸選手はバックス目線で振り返るとしているんですけれども、この記事全4試合終わって日本が敗退してしまった後でも4本の記事とても読み応えがありました。ありがとうございます。これはどういう経緯で生まれた企画だったんでしょうか。2019年大会の時にも五郎丸さんには全試合をまあレビューしていただいてるんですね。で、まあ、それはまず継続したいなという、五郎丸さんは非常に明晰な方なのでしたいなと思う一方で、私ラグビー経験、プレー経験はないんですけれども、はい、ラグビーって特殊なスポーツだなと思っていて、要するにラグビーをやってた人に聞いても、例えばバックスの人に聞いてみると、いや俺スクラムのこと分かんないんだよねって、あ、言いますね。割と言いますよね、うん、要は専門性の高いポジション別によってプレーが行われているので、このことについては深く語れるけど、このことについては実際本当何十年やってた人でも実はやったことがないみたいなことが存在してるんですよね、うん、となった時に、まあ、五郎丸さんは基本的にはフルバック、一番後ろで15番ですね、ポジションでいうところの選手で、じゃあ前でスクラムを組んでたりパワー勝負を仕掛けてきた人からの目線で試合を見ると、また違う、五郎丸さんとは違う目線があるんじゃないかということに、まあ、今回の号を作っていた班員の一人が提案してくれまして、それは面白いなと思って、採用すると、実際手前味噌ですけれども、違う目線があっていいものが作れたなというふうに思っております。そうですね、4試合のそれぞれの視点で振り返った記事を読むと、2人が同じところを見ている場面もありつつも、同じ試合同じ場面を見ていても全く違う視点で語るところがあっていて、そこが面白いなと思いました。で、個人的に印象に残っているのが、まあ、アルゼンチン戦お二人とも非常に面白いんですけれども、サモア戦の解説記事の中で畠山さんが一貫性と目立たなさというテーマで話をしています。で、深いですよね。これめちゃくちゃ深いです、うん、で、一貫性っていう言葉結構今回ジャパンの選手の口からいろいろ出てきてますし、はい、ラグビーでは割とよく出るワードです、ね、そうなんですね。要するにチームがやりたいこと、自分のやりたいことをブレずに貫き通せるかということなんですけれども、その一貫性を保ち続けるフォワードにはある特徴があります。それはいい意味で目立たないことですというふうに畠山選手がおっしゃってハッとさせられましたね。これはね、深いなと思いました、うん、詳細は読んでほしいんですけれども、今回の、メンバーの中では稲垣選手、あと高根選手ですね、はい、例に挙げて語っていただいてるんですけど、うん、確かにそのどうしてもラグビーをやったことのない人間からすると、テレビ画面越し見ててボールの動きなんかをどうしても目で追っちゃうことが多いと思うんですけど、その際に目立たないってどういうことだろうっていうのをこの記事を読めば多分読者の方に伝わると思いますし、そうすると、あ、そういう視点でラグビーを見るとこれは一貫性のあるプレーなんだ、うん、パフォーマンスなんだっていうのが分かりやすくなるかなと思いますね。そうですね、フォワードで言うと第3列のラブスカフニ選手、リーチ選手、姫野選手はそれぞれトライも取ったりしていたので結構目立ったりしましたし、ジャッカルだったり、あとはラインアウトの中でも目立つシーンはあるんですけれども、確かに稲垣選手、前回大会で有名になったからこそ知名度はありますし、そのミックスゾーンでのコメントなんかも引用される回数多かったですけれども、確かに試合中そこまで目立たない、うん、ただこの畠山選手の記事を読んで紙面に掲載された写真を見ると、やっぱりそのサポートに稲垣選手が行っているシーンだったりというのは結構映り込んでるんですよね、はい、だからなんかこの畠山選手の視点っていうのは非常に面白かったなと思いますね。サモア戦ではまさに畠山さんがそこの部分に関してコメントされてるんですけども、一方で五郎丸さんはその同じサモア戦でジャパンボールのスクラムの時の相手ディフェンスの位置がちょっと変じゃないかっていう、あ、そこに目が行きますかという、全く目は行かないですよね。そうなんですよ、要するにスクラムを組む人からすると当然
その目の前のねガシッっていう当たるところに集中してるから、その後ろってなかなか見づらいと思うんですけど、うんうん、おそらく五郎丸さんとしては選手時代からスクラムが今から組まれますと、じゃあその時にその次にどうやって攻めようかなっていう視点を当然お持ちですよね、うんうん、でその際にあれサモアのウイングちょっと位置おかしくないかっていうのは多分敏感に感じ取れるプレー経験から、そうしたらそれはなんでだろうっていうようなところから、でこのミスによって次のプレーが生まれるっていうようなことをご解説いただいてるんですけれども、これは多分フォワードの人にはもしかしたら見えづらい視点なのかなと思いまして、やはりその五郎丸さんならではだなというふうに思いました。そうですね、今回五郎丸さんはサモア戦は現地でご覧になっているからこその視点かもしれませんし、同じく現地に生島淳さんが聞いてまとめているからこその話だなとも思いましたので、このサモア戦の2人の解説っていうのはそれぞれの視点っていうのが非常に際立っていた日本になっていたかなと思います。あと何かこのお二人の言葉で錦さんとして印象に残ったものっていうのはありますか？ありますね。その前に涌井さんにちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、プールステージ4戦ジャパンの4戦、はい、見てて、もちろん2勝2敗なんで楽勝ってことはないんですけれども、どうでした、あの勝った試合は楽勝だなと思いました、それともハラハラするわと思いました？チリ戦は勝つ負けるっていうよりもちゃんと最初の試合でプレーできるかなっていう、なんていうの、心配みたいな気持ちが強かったんですけど、うん、サモア戦は最後までハラハラしてギャーギャー叫んでましたね、テレビしましたよね、はい、要はなんでハラハラしたかっていうと、相手が結構攻めてきた、まあ、あのチリ戦でも最初にトライ取ったのはチリの方なので、うんはい、ドキドキしたんですけど、畠山さんがそれこそ今大会通じてもおっしゃってますし、まあ、チリ戦であったりサモア戦でもおっしゃってるんですけれども、実はあれ相手に攻めさせて攻め疲れを起こさせる作戦だったんじゃないかっていう、うんうん、おっしゃってますね、おっしゃってるんですよね、うん、いやそういう考え方があるんだと、うん、で実際攻め疲れたところをしっかり足が止まったところで日本はトライ奪ってるんですよね。なのでやっぱハラハラするって、まあね、あの試合を見る姿勢としてすごくいいことではあると思うんですけど、そのハラハラにも実は理由があるっていうことをしっかりと語っていただけてるっていうのが大きいのかなと、うん、確かにね、普通に見てるだけでなかなかその視点は僕らでは持てないところですよ ね、 実際あのこのプールステージ4試合ジャパンの試合が終わって、日本がタックルの数すごい多いんですよね。なんか結構単角中一番のタック数だった、ねはいはい、要するにそれなんでかっていうと、相手にボール持たれてるからタックルしなきゃいけないわけですけれども、じゃあなんで相手がボールを持っているのかっていうことを考えたときに、畠山さんによるとそれは向こうに攻め疲れを起こさせるためだったっていう、うん、そういうことだったのが、要するにタックル数が多いっていうスタッツはすごく重要な要素だと思うんですが、そのスタッツから何が読み取れてジャパンがどういう作戦を考えていたのかっていうことになると、やはりそこはプロフェッサーっていうんですかね、あの畠山さんのようなあのレジェンドの方であるからこそ見えてくるものがあるなというふうに思ってますので、この畠山五郎丸両氏による解説の4本の記事は本当にこの大会の日本を振り返る格好の記事だと思いますので、ぜひ皆さんあの雑誌をお手に取って、読んでみてください。今回はナンバー1082号の担当デスク錦さんとお送りしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。